Team Deathmatch。 はい、皆さんどうもこんばんは、リアルです。今回は、ゲームを、まあ、やりながら、まあ、生で喋るわけではなく、撮った動画のね、後で、音をってか声をね入れてる形になるんですけども、まあとりあえず BO3 のねベータの方をね少しやってみまして、まあ、どんな感じかなっていうのね、まあ、個人的にどうなのっていう感じのちょっと喋らせていただこうと思って、まあ、動画はね、これはちょっといい感じのね試合になった時に撮ったものなんですけど、まあゲームを入ってるんですけど、声が入ってないって感じですね。喋ってない時に限っていい試合が多いんですよね、私いつも。喋ってる時はなかなかいい試合にならないことが多いっていうね、まあ残念です。多分ね、喋ってない時の方が集中できてるから、なんかいい成績になるんじゃないかなって思ってるんですが、まあそれは置いといてですね、今回は BO3 のね、まあやってみてどうだったのバージョンリアルみたいな、まあリアルの個人的な意見を述べたと、あくまでも個人の意見ですので、まあそこら辺よろしくお願いします。まあね、まあ、感じですよね。ぴょんぴょん飛び回ったり、壁走るのどうなのって思う方もいらっしゃいますけど、うん、そこまでひどくは全然ないですよ。AW、なんかあのすっごいぴょんぴょんゲーじゃなくて、今回そこまで飛ぶ人がね、あんま見かけないので、うん、これはね、全然ありだと思うんですね。壁走るのね、ちょっと、あんま使ってる人見かけないですけどね。いや、まだ慣れてないからあんま使ってないのか知らないですけどね。私もね、壁走りが苦手でね、よくね、崖の下に落っこちます。はい。ね、壁走りは慣れないとちょっとあんまり微妙なんじゃないかな。で、現状ベータの時点であんま使ってる人は見かけませんね。まあ確かになんか何戦かに1回なんか走ってると見かけるねって感じで。壁走りながら銃撃てるんですけど、それあんましないですね。基本的には壁走るのは移動手段なんで、そこでなんか打ち合ったりとか、壁走りながら打ち合ったりとかっていうのは、まあ、めったには起きません。うん、まあ、まずやりづらいしね。だからそこまでね、AW みたいになんか横にビューンとか、縦にビューンとか、あんなんじゃないので、これは安心して買っていいんじゃないかと思いますね。まあ、そこら辺はね、一番ちょっと気にするとこじゃないかなと思うんですけど、これは大丈夫でした。あとね、もう一個ね、私が思ったのはね、体力が多いんじゃないかと、今回のブラックホールオブデューティーは。すごい敵が硬いんですよ。ゴーストとかね、MW3 とかはすごい簡単に死ぬ、まあ、モダンオフィア系統はね、簡単に死ぬのが特徴で、体力は少ないんですよね。もうすぐ、もう、打ったもん勝ちなんですけど、基本的に、ゴーストとかはね。だから基本的にみんなね、あんな、なんかデッサとかね、デッドサイレンスとかつけてもイモイモしてた感じのゲームで、みんなつまんねえっていう感じになっちゃいましたけど、今回の COD ね、先に打ったからっつって勝てるわけじゃないですよ。うん、まあ AW でもそうなんですけども、先に打ったからっつって全然勝てるとは限らない。それがまあコールオブデューティブラックオプシリーズのいいところだと思うんですけど、うん、体力すごい多い気がします。なんか BO2 譲りな感じはします、感じ的には。うん、全然モダンオフェアやゴーストみたいにね、全然そんな簡単に死ぬわけじゃないので、結構ね、先に撃ってんにもかかわらずね、相手の人がうまいとね、負けます。これはね、本当重要だと思いますよ。私はね、こう、体力多い方がね、結構いいと思うんですけど、先撃ったもん勝ちだとね、やっぱね、イモった方が強くなっちゃうんですよ。まあ、イモったり、角待ちした方がそれは有利ですよ。そんなね、先に撃ったもん勝ちっつったら。でもね、やっぱりこうやってね、先に撃ったもん勝ちじゃないゲームっていうのは、やっぱりこの自分の技量、エイム力とか、そういう、自分のこう、なんか判断力っていうのも試されるので、これはね、BO3 いいんじゃないかと思いますね。うん。まあね、今回その体力が多めっていうところだけは、まあ、お教えしとこうと思いまして。あとね、もう一個思ったのが、タフネスがないんですよね。パークの話なんですけど、タフネスがないんです。タフネスっていうのは、まあ、歴代 COD に出てきた、被弾時の、まあ、撃たれた時の、ブレを軽減するっていうパークで、まあ、ほとんど必須パークだったんじゃないかと。基本的にアサルトライフルとかサブマシンガン使う人にとっては。うん、私もゴーストとかね、BO2 はもちろんのこと、ゴーストもつけてましたし、ゴーストはフォーカスって名前だったけどね。まあ、AW でも、まあ、タフネスつけてました。うん。絶対いるんですよ、あれは。本当に、アサルトライフルとサブマシンガンとか使うにあたっては。全然ね、もう撃たれた時にすっごい跳ね上がっちゃって、もう全然もう当たんなくなっちゃうんで、タウネスはもう必須バグでしたね。
特に BO2 とかでは、うん、BO2 ではノーパークで100キル150キルとかいうあのカモフラージュの解除ほんと大変でしたけどね、うん、それねもうなぜかタフネス今回ないんですね、びっくりするほどに。でもタフネスなしでも、まあ、確かに打たれるとすごい跳ね上がるんですけど従来ほど跳ね上がらないかなっていう、タフネスなしの時に比べては、まあ、そこちゃんと考えられてるのかなと思いまして、タフネスがなくてもあの、まあ、まともにはプレイできるようになってるという感じですね。今回従来ねあったパークが少なくなってるんですよ。あのライトウェイトっていう足速くするパークもないですし、あまだベータ版だからその時にないから製品版で追加するとかならわかるんですけど、今ベータ版の現状だとそのタフネスもないですし、あれですね、そのライトウェイトって足速くするやつもないんですね。だからちょっとね足が遅いのはちょっと気になりますね。アサルトライフルとか使ってる時ねちょっと歩くのが遅くてちょっと困りますね。うん、だからここら辺ライトウェイトってのは結構そのあれなんですよ、ないっていうのは結構大きく関わってくるんじゃないかなと思いますね。それでね、あとね、嬉しいことにですね、なくなって嬉しかったパークっていうのもあってですね、デンジャークロスっていうね、爆発物の威力を上げるっていうね、ちょっととんでもないパークがあったんですよね、昔。あの、ゴーストとかね、ゴーストとか、アドバンスオーバーとか。もう、ゴーストは特にひどかったですね。デンジャークロスで C4 とかグレポンとか投げまくる人がいっぱいいたので、もうね、大変でした。フラッグジャケット必須かって思った時もありましたね。それがね、めでたいことになくなりました。デンジャークロス。ここは嬉しかったです。デンジャークロスなくなったのは本当嬉しかった。なかった、なくなったって時は本当嬉しかったですね。最初はあの、ニュースが出た時は。だからデンジャークロスでね、困ってた組は、ね、安心してください。デンジャークロス今回ないです。製品版でもないです。それはもう公式言ってるんで、やらないっていうのを。ね、安心してください。あとね、パークだけじゃないですけど、追加されたっていうね、あのパークもあって、あとデッドサイレンスっていうね、ゴーストまではあったパークがあったんですけど、アドバンスオーディオの時にね、消されちゃってね、今回またデッドサイレンスが復活しました。まあ、足音をね、小さくするっていうね、あのパークなんですけど、あんまいらないかなって思うんですよ。あの私の設定が悪いからもか知んないんですけど、あのヘッドホン使ってても足音あんま聞こえないんですよ。あのブーストジャンプピョンっていう音は聞こえるんですけど、足音のカッ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 って音は全然聞こえないんですね。何なんでしょうね。私の設定が明らかに悪いんですかね。私の使ってるヘッドホンが安物だからわかんないですけど、うん、ゴーストのね足音の聞こえやすさはすごかったんですけど、今回あんまりなんか本当に耳を澄ませてよく聞かないとわかんないかなってぐらいに足音がその聞こえてないので、あのアウェアネスだっけ、あの足音を大きくするパーク、そういう足音を大きくするパークっていうのがあるんですけど、それ使うともっと聞こえやすくなるのかな、ちょっとまだ試してないんでわかんないですけど、まあデッドサイレンスはいらないかなって個人的には思うんですよ。まあ一応ねデッドサイレンス復活したんで、まあデスタ好きの人はぜひとも使ってください。まあ、ゴーストではデスターはもうあれですね、もう必需品だったので、もうみんなつけてましたけど、逆にデスターつけてない方が痛い目を見るっていうね、ゴーストの懐かしい思い出がありますけど。あとね、パークじゃないんですけど、今作もタクティカルインサーションがね、戦術マーカーですね、ないんですね。あの、トーチあのっていうやつ、あの、リスポーンするやつですね、リスポーンする位置を指定できるあのアイテムがないんですね、今回も。ドミネーションやってる方にはもう必須だったんじゃないですかね。ドミネーションとかスナイパーとかね、あのやってる人にとっては、あの海外のねフェイズさんとかねのスナイパーの人はねよく使ってるの見かけますけど、 BO2 で今回ねブラックオープスシリーズ初ですけどタクティカルインサーションないですね、残念ながら。ちょっと残念です。まあ私はあんま使わないんであれなんですけど、ちょっとドミネーターの人にはちょっと辛いんじゃないかという感じですね。ゴーストから消されちゃってね、タクティカルインサーション、残念なこと。まあいろいろ消されたもんも多ければ、まあ増えまた増えたもんも多いっていう感じですね。あと第6巻っていうね、シックスセンスっていうねパークがね新しく追加されたんですけど、これね近くにいる敵のね方向をねあの教えてくれるんですよ、左のミニマップで。あんなんか最初見た時これチートじゃねえとか思ったんですけど、実際使ってみたけどそこまでなんか強いわけでもなさそうです。
方向確かに表示してくれるんですけど、あの階層が分かれて、例えば2階にいても反応するんで、なんか逆にね、トラブル、あ、やばい、いる、近くにいるとかって、あのなんかパニックになっちゃって、逆になんかない方がいいかなって思って、なのでね、そこまであのシックスセンスってバグはチートではないですね。はい、というわけで、まずじゃあ、まああれですね、過去の COD と比べてっていうのはもうここまでにしといて、私が今ね使ってる、この動画内に使ってる ARK7 っていうのがね、ちょっと一番お気に入りの系の武器になったんですけど、まあ初期武器の AK なんですけど、これがね、反動 AK なのに反動がそこまででかくないんですね。 AK もなのに反動がそこまででかくなくて、しかもちょっと結構強い、レートも速いし、なので初心者向けな武器なんじゃないかなって思いますね。まあ BO2 とかでいう、BO2 とかで言うとね、あのタイプ25とか、Mターとは、あ、どうだろう、Mターとか、あのタイプ25系、あ、レートが速くて、まあそれなりに安定性もあるみたいな武器に近いかもしれませんね、この ARK ってやつは。AK だっつって、あの昔のあのCOD みたいに反動でかくて攻撃力みたいなもんではなくて、今作の AK は、AK12 とか、あの過去作に AW とかでもあったんですけど、そこまで、威力は高くないんじゃないかなって、そこまで。レートが高くて安定性、あんま反動がでかくないので、まあ強いんですけど、一発当たりの威力はそこまで強くはないんじゃないかなと思うんですよ。うん、だからこの ARK ね、まあ初期武器なんで、ぜひともね、まあこれ使ってね、やって、いけば、まあしばらく慣れるまでこれで全然いけますね。私はストックがないと全然ダメなので、まあ、ストックはつけてますけど、今ねちょっとグリップね、動画内でグリップつけてるんですけど、正直グリップはいらないかなって、あの現在ね、これちょっと前の動画なんです、1日前の動画なんですけど、今だとグリップはつけてなくて、これに、サイトももうつけてないですね。ストックとクイックドローと、あとファストマグ、あのリロード速くなるやつをつけてます。あのね、ファストマグほんと重要ですよ。あの連戦するときにね、全然ね、もうできないですね。なのでもうファストマグはいります。ファストマグとね、あの拡張マグはね、ぜひともどっちかつけた方がいいと思います。まあ、30発ってもレードが速いんですぐなくなっちゃうんですよね、 ARK、うん、だから ARK 使うときはぜひともファストマグ推奨推奨します。あとね、他にもね、武器がね、あるんですけど、またそれはね、あの動画別に撮ってあるので、またその時の動画でまあ喋るとしまして、今作ね、BO3、当たりだと思いますよ、今回は。AW みたいな、失敗することはないんじゃないかな、みたいな感じはしますね。でも、BO3 の日本語版で、ベータでなんかマッチングメイキング障害が起きてるらしくて、誰、なんかパーティー組まないとマッチングしないとかいう人が結構いて、私のフレンドの方にもね、もう BO3 日本語版できねえじゃねえか、マジクソかよとか言って、なんか、すげえね、暴言を垂れてる人がいたので、うん、マジかって言われて、私は英語版、見ての通り英語版なんで、英語版は全然そんなことなくて、すぐ即マッチングしますね、もう。もうなんか5秒ぐらい以内にはもうパッともうすぐマッチングする感じなので、やっぱ日本語特有のバグだと思いますね。まあ、今作ね、発売日が海外版の11月6日とか、なんかいろいろね、海外、ローカライズがスクエアエニックスから、まあ、アクティビジョンの方に変わって、まあ、初販売がソニーとマイクロソフトになったので、まあ、ちょっといろいろなんかその販売体制変わってきてることもあるんですけど、ちょっとね、日本語版ちょっと怪しいですね。まあ、まだベータ版なんでね、製品版発売するときにはちゃんとなってると思いますけど、まあね、これはね、まあ、ぜひとも、まあ、今までね、AW とかね、ゴースト COD シリーズはもうダメだと思ってた方も、ぜひとも今回のベータをちょっと触ってみてですね、ちょっとこのゲームを、ちょっと感覚をね、見ていただいてですね、また BO3 気に入ったら、買ってみてはどうでしょうか。私はね、これ面白いと思います。AW もね、俺不安だったんですよ、AW も最初。なんで飛ぶんだよ、みたいな。なんで空飛んでんの、みたいな。ありえねえだろ、みたいな。これ COD じゃねえじゃん、みたいな感じで思ってたんですよ。うん、でもね、今作もね、最初 BO3 もね、壁走ったりね、飛んだりするんで、あ、また AW の二の舞かよ、みたいな感じで思ったんですけど、今作はありかもしれません。今作ね、久しぶりに受けそうな気がします。うん、ゴーストよりかは、受けるんじゃないかと思います。
でね、1個だけちょっとね、ベータ版の時にちょっと不安があるんですけど、リスポンが相当クソいです、この状態、現時点で。あのね、敵の目の前とかにすぐ沸かしてくるんで、リスポンのクソさはね、現時点、ベータの時点では相変わらずの COD のリスポンの悪さっていう感じがしますね。ここはぜひとも製品版までに直してください。本当に切実に願っております。はい、というわけでね、まあちょっと尺が余ってますけど、何を喋ろうかという感じでね、自分でも自分の動画見ながら今喋ってるんですけど、日本語版大丈夫なのかな、本当に。なんかベータの障害が出てね、残念ながら。ね、日本語版のね動画、いろんな実況者さんの上げてますよね。例えばまあ音じゃさんとか、まあ翔平さんとか、まあ、いろんな方、七中さんとかね、いろんな COD を実況されてる方は上げてると思うんですけど、日本語を見ました。日本語版のその動画でね、私は日本語版落としてるのはわからないですけど、日本語版ちょっとやっぱ合わねえなっていうあのね、クイックドローっていうのがあるんですけど、クイックドローのこと Q ドローとか、あの Q ね、あの ABC でアルファベットの Q でしてドローっていうね、なんか訳をしてたり、あのレーザーサイトの音を L サイトとかでやあのなんかねしてるんですよ。なんかね、翻訳が雑なんですね、なんか微妙に。しかもね、なんか長い英語の単語がなんか訳されてなかったり、何これみたいな。なんかスクエアニックスからやっとなんか変わったのに、なんかローカライズなんか雑いなって思いました。これ製品版まで直るんですかね。私はあの基本的には英語版をずっとやってますけど、私 BO 以来日本語版買ってないので、まあ買ってるっちゃ買ってるんですけど、メインでやる COD では全部英語版なんですよ。 BO を最後にもう全然 MWC から全部英語版買ってるので、メインでねずっとやってやるやつは、まああのサブでね、まあ Xbox One の AW は日本語変えましたし、ゴーストの PSO もね、日本語を変えました。うん、だからちょっと翻訳の雑はちょっと気になりますけどね。まあそこら辺だけちょっと直してください。お願いします。というわけで動画が終わります。はい。というわけでまたね、ちょっと長く喋ってしまいましたが、ごめんなさい。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。